ニュートピ、本日の車内がこちらでございます。青葉づく自分が早速通りましょう。はい、ということで本日は前回撮ったあの青葉づくの赤さんがね生まれたという情報を聞きつけたので早速ね見に来ました。そしたらね上に3羽も生まれてます。3羽見て見て、マジめっちゃ可愛いから。みんなわかるかな、これねめっちゃ遠くの方にいるんですよ。これ今ねど真ん中におるあれが青葉づくのね赤さんです。赤さん、ちょっとねこのこいつで見ていきましょう。めちゃめちゃ可愛いんで、ほらみんな見て、これ青葉づくの赤さん3羽も生まれてます。若干成長してしまってる感はあるんですけども、ちゃんとねこれ全員赤さんです。赤さん、右側の子だけ若干首が動いてるな。寝てる？起きてる？どっちやろ。青葉づくさん、ちょっと視聴者の皆さんに顔を見せてください。おーい、おー、プルプルなった。左のやつがなぜか急に震え出した。あ、起きてるな。首がちょっと動いてる。おー、ちょっとこっち向いたぞ。もう視聴者のみんなが見てるから、青葉づくさんこっち向いて。おー、声が聞こえてるのかな。伝わってる伝わってる。枝がちょっとかぶって見えへんけども、顔を見せてください。顔、親はねちょっとまあ 2,3 メートル離れた木の枝で凛々しくね子供たちを見守ってる。うっ、セミを食べようとしたな今。え、すごい決定的瞬間撮れたんやけど。セミが今見ました？ちょっともう一回再生しよう。セミが急になんか歩いてきてつついてたな。あ、おお、急にみんな足がムゴムゴなっとるで。かわいい黄色い足。おお、待って待って、シャッターチャンス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 を逃しました。ゆとりです。くっそ、あの羽広げた瞬間をね撮りたいんやけど難しいな、これ動画と写真同時に撮るのは。急にみんな起き出した。これがね赤さんですよ。赤さん、奥の方にね巣があるじゃないですか。巣があれはね青葉族の巣じゃないみたいです。青葉族はねこう大きい太い木のウロ、めっちゃ太い木とかゴボーってこうえぐれてる部分たまにあるじゃないですか。ああいうとこで子育てをするみたいです。おー、かわいい。わ、さっきのシャッターチャンス、さっきの羽広げたね瞬間に写真を撮りたいんですけども、ちょっとまた何時間もね頑張って待っていこうと思います。おー、こっち向いてる、こっち向いてる。たまにやっぱこっち向くな。3羽全員がさこっち向いてる瞬間の写真を撮りたいんですけどね。そんなタイミングがうまく来ればいいけど、頑張って待ってみようと思います。ずっとダンスしとる。お、どうした、何や、急にどうした。ずっとダンスしてる、かわいい。かわいい、双眼鏡やったらめっちゃ綺麗に見える。めっちゃかわいい、やば。かわいい。はい、ということでこんな感じの写真になりましたよ。もうこっちをね向いてる写真やって撮ることできました。ミキローンになってね、めっちゃ可愛いですねこれ。基本なぜかねさっきの動画みたいに向こう向いてることが多くて、この写真撮るだけでもめっちゃ時間かかりました。でもなんか割とめっちゃ成長してて、あんまり赤さん感ないですね。もうあと2週間ぐらい早く来たらね、もうちょっと白くてふわふわの感じのね青葉づくさん赤さん撮れたかもしれないんですけどね。まあでもここまで無事育ってくれてよかったです。素晴らしい素晴らしい。あんなセミをねぐしゃぐしゃむしゃむしゃ食べると思ったら、さすが猛禽類やなという感想でございます。ということで次もうちょっと待ってみます。じゃあみんな頑張って毛づくろっとるで。おお、ひょこってなった。うわ、みんなこっち向くか、羽広げる写真を撮らせてください。お、どうしたどうしたどうした。おお、かゆいかゆいかゆい。おお、こっち向いた。めっちゃかわいい、見てみんな、こんなこの首こんななってる。やばい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 。なんてシャッターチャンス来るか、シャッターチャンス来るか。これシャッターチャンスちゃう。ちょっと動画止めるべきかもしれへんな。ちょっとどうしよう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 。写真をお届けするべきか動画をお届けするべきか、めちゃめちゃ今言うとで迷っております。ちょっとでももうなんかそういう仕草膨らんだりしたら一瞬で動画止めると思います。おおお、プーっていう音に反応した。よう耳聞こえるもんやな。待って、
やばい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 。ピントピントピント。おー、ハートで。ちょっとね、今気づいたことなんですけど、このレンズのいいところにね、一つ気づきました。こういうさ、めっちゃこう茂み茂みしてるところで奥に小さく撮りたいものがいるときってピント合わせめっちゃ難しいじゃないですか。オートフォーカスにしたらやっぱこう手前の葉っぱにピントが合っちゃったりとかね、絶妙なピント合わせがね難しいんですよ。そういうときにね、このレンズのねいいところ一つ見つけました。このレンズのここのサイドにある設定なんですけど、ここのスイッチ何かと申しますと、このカメラから何メートルの場所にある被写体に合わせれるかを決めれるみたいです。今のこの10メートルっていうのをしてるんですけど、多分これにするとね10メートル先にピントが合うようになるんですよ。だから10メートルより手前にあるああいう鬱蒼とした葉っぱ葉っぱたちにはピントをね合わずに、奥にある被写体にピント合わせれるようになるみたいですね。これは非常にこういう時便利です。ということで、ちょっともうちょっとね待っていこうと思います。見て、みんなみんなみんな見て、めっちゃね、みんな急に活発になりました。動画回しだしたらさ、みんなあっち向くに、おらおら、なんかね子供たちでみんなでね毛づくろし合ってるのよ。おー、ほらほらほら、首があんなに弱いって、どうすんねん。なんでこんな急に活発になったの、どうしたんですか。なんか、おー、首早いんかな、首にゃんにゃんなって、おー、いいね、すげえすげえすげえ、何してんのこいつ。はい、ということで、羽広げてる写真いっぱい撮れました。なんかあの後急にねガサガサ騒がしくなって、で3匹でねこう毛づくろいし合ってて、でその間にこう羽広げて気持ちいいみたいなね写真何枚かね撮ることができました。今日は運がめっちゃいいです。一応ね3匹ともこっち向いてる写真ギリギリ撮れたは撮れたんですけどね、一番左の子だけちょっとこう寝てるというかなんというかの感じで、まあ、そこだけまあまあちょっと悔しいところであるけども、羽広げた写真こんだけ撮れたらいいでしょう。こういうこう太いご神木みたいな木のこういうくぼんでるところらへん、ああいうところか、そういうところに青葉塚は巣を作るみたいですね。なんか皆さんの町でもねこういう太い木があるところをね上を見上げてみれば意外と青葉塚がいるかもしれませんよ。はい、ということで次、はい、ということで次なんですけど、みんなこれ見てください。なんかねトンビが魚かなんかを食べてます。いっぱい集まってきた。漁港のね撮影をした後なんですけども、おー、また来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 た、トンビがねさっきから上をずっと飛んでんなーと思ってたら、下にこう魚の死骸かなんかが落ちてて、その魚の死骸を、おー、こうやってみんなが食べに集まってきました。これをねちょっと取っていこうと思います。いい感じで取れるかな、難しいかな、どこまで近づけるか、ちょっと頑張ってみます。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、とりあえずこれなんか群がってるところのね写真は撮れたんですけども、コンクリートの上が厚すぎてねもうモヤモヤしてます。でね他にもこの、そこにトンビが飛んでる。で他にもこんな写真が撮れました。街灯の上にねトンビが止まってる写真撮ったんです。その後にねこうパタパタ飛んでいこうとしたんですよ。その瞬間無事撮れました。めちゃめちゃナイスタイミングでシャッターを押すことできてね、ラッキーでございました。ということでもう撮るものないので終わります。はい、では本日は何の動画の次にこのトンビのシーンが入ってるかわからへんけども、青葉塚かな、青葉塚のひなの後にトンビの写真を撮りました。で今までこうα7-3 のねオートフォーカスの設定ね僕あんまり詳しくなくて適当にして撮ってたんですけど、今回ちゃんと調べてオートフォーカスのトラッキングウェーフっていうのを使い出しました。そうしたらめちゃめちゃピント合わせがもうはかどります。今みたいな上をねトンビが飛んでるところとかでもトラッキングウェーフにしたらもう完璧にねトンビを追いかけてくれるんですよ。めっちゃすごい、めっちゃ感動した。今更ながらね α7-3 の使い方をねやっと学んできました。はい、全然ほんまねいろんなメーカー持ちすぎて使いこなしておりません、言うとび正直オーブンもいろんなねカメラ触れていろんな被写体をね撮れるようになったので非常に楽しいでございます。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら。
バイバーイ。動物編はこうやって何本か何日か分かれて撮るプレイします。